ヤクルトアカンスワローズ再開、素晴らしい、うんちっち、ブリブリ左衛門確定な、本邦はアカンスよ、アホチンダブルピース、負けるにしても打線が爆発した上で負けてほしい。こないだの強風神宮みたいな試合毎回やるなら見る気になるよね。坂本がラストホープ屋でジェネリック勝つを目指してくれ。いいよな、楽天はコーチ移動させるまともなチームで。ついに中日の下に収まる日が来てしまったか。こいつらは間違いなくシーズン終わりまで買い値の見えてるし、中日みたいに追加補強もしないだろうしで本当につまんねえわ。高津が辞めても雄一が代行だったら意味ねえからな。日ハム交流戦単独首位 W。 そりゃ高津の起用はイライラする時あるけど、この弱さは選手やは特に野手、野球見る意味なくなってきたな。連敗記録だけ見届けたらスカパー解約やね。矢野先生入ってきたら高津も村上も染まりそうや。二人ともメンタルかなりきてそうやし、思ってた以上に村上頼りなんやな。12連敗って仮に勝率4割だとしてもものすごい確率やろ。12連敗して借金13ってまあまあイラッとするような、借金10くらいから連敗ならまあええかってなる。ご視聴ありがとうございました。